すみません、グリフォンさん？グリフォンじゃねえよ、グリフィスだよ、グリフィス。間違えんな。すみません。では、グリフォンさん？だからグリフォンじゃねえよ、グリフィスだよ、グリフィス。わざとやってんだろ。グリフィンさん。ああ、もうハリーポッターになっちゃった。最近どうですか？だよねー。減った？ジン。あー、ナーフされたん？はい。そのうち僕もナーフされるのかい？どうでしょう。人間って勝手だよね。はい。でも最近ウェディングが多くて、結構私もきついんだけどね。本当ですか？グリフォンさん、ウェディングとかターボジネス、きついんですか？嘘。いや、ひっぱたいたのか？次回、ドングリルは、強い！1話打ち切り。はい、どうも皆さん、ハーバンはユハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、15連勝を達成したターボゼニス使っていきたいと思います。これまたね、視聴者さんからツイッターの DM にてデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、このデッキなんですけど、まあ、よさこい、これね、結構便利でして、ライフよさこい、ハングリーエレガンスってつなげていけますし、まあ、マナにね、ゼニスが3体落ちていれば、アンノーンだっけかな？落ちていれば、ジャスミン、ライフプランチャージャー、ハングリーエレガンスってつなげていけるんで、結構ね、ハングリーエレガンスにアクセスする術が結構多くて、まあ、エレガンスさえね、最速で出してしまったら、あとはゼニスをね、叩きつけるだけなんで、ゼニスレクイエム。これね、絶対に入れた方がいいね。段違いに、リーサルターンが早まるので、レクイエムのね、おかげで勝てた試合はね、結構多かったんで、本当にね、よくできたデッキだなと思いますので、ぜひね、まだマスターになってない方がいましたら、このデッキね、作ってみてください。本当にめっちゃ勝てました。年内ね、チャンネル登録者2万人目指してますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そしてね、2月12日、日曜日のね、夜8時から、第3回ユハイ公認大会がありますので、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、早速ね、試合の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、ゼニスレクイエム、レディオローゼス、ジャスミン、 DNA スパーク、ハングリーエレガンスでね、始まったオープニングハンド。さあ次のドローでエレガンス以外の自然マナを引けたらさ、マットロックチェスター。さあでもね、ライフプランチャージャーの方が動き的にはいいの。マジで、ろれつがブスすぎて泣いちゃったんだけどさ。ジャスミンで、ライフプランチャージャー。でも、めちゃくちゃハングリー。だけど、これで、ゼニスが、アンノーンがね、3体、マナゾーンに行ったので、ライフプランチャージャーで、まあ、もう1枚のハングリーエレガンスを持ってこれるようなことがあれば、さあ、6マナで出るので、次出ますよと。行かれてますね。その速度、マットロックチェスターを超えてしまうのかといったところでやっていきましょうか。そしてね、やっぱね、ゼニスレクイエム、これね、結構ガチだなと思いましたね。これがあるのとないとではリーサルターンがね、もう全然変わってくる。もう2、3ターン変わってきちゃうんで、もう絶対に入れた方がいいって思いましたね。だけどまあね、2枚はいらないんで、さあ行きましょう。ハングリーエレガンス、全くもってね、この声のギャップがたまらないけれども。さあガンスでヤンスで、さあ次8マナかな。まあでもまだね、レディオローゼスとかそこら辺にはつながっていかないので、さあここでクルセイドチャージャー、
でマットロック落としながらマットロック回収だけどね、墓地はあんまり肥やせてないので、相手これね、ゼニスレクイエムはちょっとキープしたいから、ライフ置いてライフ打とうかな。まあこれライフ2連発しようかね、ライフここで打とうか。で次に10マナ貯まるので、まあレディオローデスマナから召喚して、とりあえず前半ですして、トップマットロックとかだったらしょうがないと思うんだけど、ここね多分ライデンホールとかリバイブかミカドでボルグサンダーで、まあ、墓地肥やされますけども、次レディオローデスマナから踏み倒してアンディスすることによって、まあ、トップマットロックリバイブも大丈夫だね、6マナしかないから。なんでやっぱねレディオローデス化け物なんだよな、シンプルに。さあ DNA スパーク、これねウェディングだったらね100あるよ、ウェディングで勝ちですね。これなんでやっぱゼニスレクイエムがバケモン、やっぱね15連勝は伊達じゃないね、マジで強いこのデッキ。さあマットロック盾が全て失われまして、盤面このまま帰ってくればリーサルというね、とんでもないよこれ。マットロックね強いはずなんだけど、やっぱきついのかもしんないね今の環境。マットロックですら遅いと言われてしまうこのね、アーボゼニスの恐ろしさと言ったらさ、ランブルできた久々に見たな。なんでここはさあレディオローゼスですが、殴るときにアタックチャンス、ゼニスレクイエムで盾を全て焼却しまして、8枚あるけど全てトリガー使えませんということで、ハングリーエレガンスでダイレクトアタック対戦アウトショップ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さオープニングハンドなんですけども、フェアリーホールハングリーエレガンス DNA スパークフェアリーライフでね始まったオープニングハンド。さあフォーエバープリンセス、まあ、NX 基盤の、まあ、メンチキルゾーデッキかなとも思うんですけども、ライフよさこいからのハングリーエレガンスでもいいけど、まあライフプランチャージャーでも良さそうですね。ライフプランハングリーエレガンスの方がまあ鈍水とかでね よさこいバウンスされちゃうと結局アドバンテージ取られちゃうので、ライフプランでまあ6マナにつなげてった方がいいのかなとも思いますけど、まあ墓地に、あ墓地じゃないわ、マナにねアンノウン全然落ちてないんで、まあだけどまあとりあえず8、まあ、6マナにはならないけどエレガンス、まあ一旦これで次ジャスミンからよさこいいけるので、それが一番強そうかな。でジャスミンよさこいして、まあ除去されたとしても8マナにはなりますから、次チャージして6で7段で、ここでジャスミンねターン返ってきた時に打てばよさこいが、まあ、バウンスされても8マナになっていると思われるので、まあ、ハングリーエレガンス逆にねもう N 出してくれと言わんばかりの臨戦態勢に入りましょう。さあジャスミン、でハングリーエレガンスでよさこい、これワンチャンライオネルとか引ければね、ライオネルそのまま召喚できますし、まあ、何もなければ闇抜きだと思うのでハンデスがないから、 N ワールド以外だったら次ハングリーエレガンスが爆誕しますし、 N でライオネル引き込んできたらもうこっちのもんなんで、いやマジでね強いなこのデッキ。よさこいはねブロッカーでね4マナ5000なんで、意外とねビートに対する受けも強いってのが本当にこれデッキのね素晴らしいところだと思う。さあ煉獄スクラッパーでまあ取られてしまうんですが、次トップ濁らなかったらハングリーエレガンスいけるので、さあジャスミン偉いね、濁らなかっただけで偉いよ。さあいきましょうハングリーエレガンスで、あと10マナになるのでレディオローゼスを出していきますと、まあ、ここでねドンスイとかされてバウンスされるとあれなんですけど、されなかった瞬間にもうレディオローゼスが飛んでいけるのでめちゃくちゃ強い。 N だったらめっちゃマナ加速できますし、相手は結構自利品なんじゃないかなっていうね。いやエレガンス本当に強い、結構バカげてると思うんだよね。まあナーフとか電動とかはねなさそうだけど、
かドンスイでバウンスですね。そうバウンスとかねすれば意外とやっぱねドンスイが化け物すぎてコスパが良すぎるね。4マナほぼ確定、まあ除去ではないけど、まあ、確定除去みたいなねもんなので非常にコスパがいいと、まあ、よさこいなんで、まあもうエレガンス出していきましょうか。まあ、エレガンス投げて投げて投げまくって相手がもう除去できなかったらこっちゼニス叩きつけますよっていうね、もう鉄の意志見せていくさ。トップフェアリーライフのね受けも回避して、まあ除去ありそうだけど、まあなかったらもうレディオローゼス出してハンドアドバンテージの差をつけて、そっからもうウェディングなりなんだりね、もう叩きつけてもうパワーカードでもう押しまくって勝ちですよ。でレディオローゼスさえ出せればさ流星ホールさ和語パンなんで、これはもうレディオローゼスが爆弾してしまう。本当はねウェディング出したいんですけども、さあフェアリーホールないので一旦ここはレディオローゼスを出して5枚ドロー5枚半です。ここでウェディングとゼニスレクイエム、まあトワリュー全然いいよ、もう結構いいね相手、もう出してこいって言ってたな、もうおいおい出してこいと。レディオローゼスだろと、こっち残り1枚のハンドトワリューですけど何かみたいな鉄の意志感じました。さあチャージでガンスで、まあだけどトワリューだとしてもリーサルは多分組めないと思う。鬼丸ヘッドがワンチャン運ゲーで負けたらきついかなってぐらいで、鬼丸がかなりきついっすね。鬼丸はマジできついね。あ、なパス、うわ強いね、勝ったいやこれなんだよね、やっぱゼニスレクイエム入れてるとこれができる。これだとねレクイエム入ってないと時間かかっちゃうところなんだけど、レクイエム入ってることによってもう次のターンほぼ勝ち確っていうね。相手はもうトップでウェディングを除去らないといけないし、もうマナにウェディング落ちちゃったから、もうエレガンスとウェディングどっちも除去しないといけないんだけど、エターナルオメガでね戻ってきちゃうから、もう無限にウェディングとゼニスレクイエムにね怯えなきゃいけないと。さあこれヨーデルバイスなんで、さあ出てくるのがねクワトロファング四つ木場なので、ゼニスレクイエムで縦7枚全て焼却してダイレクトアタックをねてしまうと、もはやゼニスレクイエム打てますかね。アタックチャンスじゃなくても打ててしまうという。さあウェディングに付与してワールドブレイク、さあ全て除去しまして、いやこれは本当に強いね。さあレディオローデスでダイレクトアタック対戦アートショット。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。オープニングハンドいいとは言えないね。ライオネル、ウェディング、ハングリーエレガンス、フェアリーライフでね始まったベルリンなんですけど、さあ相手はネロ、グリフィンドールだね。さあライフ引けたのはだいぶでかいかなこれ。ライフ置いてライフで次ライフプランチャージャーとかマナブースト引きたいですね。さあエレガンスが落ちていく、意外とマナにアンノーンが溜まるので、これライフプランチャージャーだったら結構世界変わるかなと。さあアツト入ってんだ、アツトの能力、アツト流水シャチホコとかなのかな。流水シャチホコ今のか、シークレットクロックタワーベルリン、さあめちゃくちゃポーカーオンリーワン選手権グランプリ、まあ、エレガンス6マナになってしまいますけど、ここでね、まあ、ブースト引けなかったんで割とテンポ悪いっすね。なこいつ3マナ3000、さあ DNA スパーク、まあ、光マナ確保、いやー6ターンスタートか、なかなかきついね。さあ相手はアツトとミスターアクア、なるほど何でっけやんのこれ、取るはばきビートなのか、ビート臭いな、なんだなんかよくわかんないぞ相手のデッキ2でボロールビートデッキ、アタックするときすんげえドローしたけど、うわ面白い能力してるね、あ強い、これはめちゃくちゃいい能力だね。結構ビート刻まれるときつ、あぶね、これアツトでビート刻まれてたら結構危なかったね。てか相手天才構築なんじゃないこれ、デッキコード見せてくれないか。でこれによって次9マナかでも9マナだとライオネルまでつなげないのか。
縦からブースト系引くしかないかな。それか相手がもうここでなんかドローしてほしいかな。オールイエス。3丁目の夕日。マジか。まあこれでハンド、いや強くない？めちゃくちゃいい構築なんだけど、何その天才構築。マジで出来事教えてくんないか。マジでヘノヘノモヘジと言ってる場合ではないけれどもさ、ハングリーエレガンス殴ってこないんだね。意外と慎重派な人間ですかね。これ結構ビート刻まれてたら危なかったですけど、さあもう置くしかないので、エレガンス出してトンカチして次リーサルないよねっていう。何かフィニッシャーがやるのかな。このままどんどんビート刻まれてった方がゼニス側はきつかったけど、ちょくちょく止まってくれるのありがたいけどね。まあ、でもウェディングがもうそんだけリソースあっちゃうとね、ハンド生贄にされて盤面残されたら結構打点的にきついので、しかもリソースこれ、うわーって、うわ、なるほどね。本当にこういうデッキ考える人は天才だね。俺よりちょっと実況者より面白いデッキ使うのやめてもらっていいですか。普通に天才なんだけど。で殴ってくるよね、もうね。でウェディングさあどんどん行くぜと。でよさこい、でライフプランチャージャー、これ相当きついけどね。でもライオネルしかないよね、ワンチャン掴むならね。全部トリガーになるプラス当て追加してくれるので、果てしない、出すしかないね。アンデスして除去札、ライオネルに除去札打たないでっていうね。もう除去って5枚ドロー、あとは取り、で、ここでブロックされる、ブロックされたら、されない。ってことは、リーサルはないね。ムルムルをあくまで大切にする。あ、でもそっか。ムルムルブロックしちゃったらってことか。エレガンスでトンカチされちゃうしねっていうのもあるから。なるほどね。いや、ん？違うな。何言ってんだ？ブロックした方が良かったよな。ブロックした方がリーサルだったよね、相手。何か意図があるのか。あー、なるほどね。もう打点は結局足りてるからいいんだよと。結局ライオネル関係ないよと。過剰打点だよと。もう1打点余計に私ありますと。なるほどねと。だが僕はですよ、これなんですよ。13,800 人背負ってんだから、こっちは。ラッサテ、ホワイトグリーンホール、そしてライオネル。いや、これですよね。プリンプリンで止めながら、またね、適当に盾仕込んで、またフォアグリありますから。仕込んで、で、ウェディングもあるとは。あ、そうか、これウェディング仕込めばいいのか。ウェディング仕込んだら、相手が殴ってきた時に、ウェディング出て、もうすごいことになって、はい、ということで、対戦、あざした。いや、でも、いいデッキだったね、相手。はい、ってことで、対戦の方、よろしくお願いしますと、さオープニングハンドなんですけども、ウェディング、フェアリーホール、レディオローゼス、ライオネル、よさこいでね、始まったオープニングハンド。さあ、ハンドは全く持っていいとは言えないね。さあ、2ターン目ブースト、引けたら、よさこいから、まあ、ライオネルとかウェディングにはね、いけるわけないので、まあ、でも2ターン目ブーストは引きましたと。であれば、フェアリーホール打って、ジャスミンですね。ライフではないと。さ、種をまいた結果が大きく育って DNA スパーク。まあ、光マナ確保したのめちゃくちゃありがたいですね。よさこい置いて、ハングリーエレガンスとかに、ディスアダラドラグーン。ライフプランバカ強いね。ライフプランがめちゃくちゃいいプランチャージャーよ、それ。あー、すんごい。もう破ります。はい。分解しておきます。はい。全然いい。まあでもね、加速できたっていうのはめちゃくちゃ偉いから。で、よさこい。で、ハングリーエレガンスと繋がっていきますよと。逆にね、ハングリーエレガンス持ってきたかったですけどね。今のライフプランチャージャーで。
さあ DJ アツトは。でこれはまあシャチホコかな。ディスアダラとかも入ってるし、アツト入って光マナあってセブコアクマ、幽水シャチホコ臭いけど。さあウェディングなんでめちゃくちゃ来るねゼニスが。でまあよさこいで、まあ、コストね軽減してるので一応次ライオネルがいけるので、そうだねライオネル行って、まあでも4マナで鈍水とかあると思うからバウンスされるとライオネルが出ないのであれなんですけど、さあ幽水の後陣から4マナ、さあ4マナ使って4マナで一番強い動き、まあセブコアクマンだよね、強えよそのセブコアクマンは。でシャチホコジェニー、わけわかんないファイヤーバードいるわ、どこがファイヤーなんだろうね、もうめちゃくちゃ光ですけど。とですけどライオネルが一応出るので、ライオネルのこの一人ベンゾーパーフェクトアースで何が出るか、唯一無二なり祝いの頂きウェディング、これねトップゼニスレクイエムで勝ちですからね、はい、バケモンです。これ本当に強いよな。でライオネルでシールドトリガーになってるんで全部盾がね、だから相手も殴りに殴れないから相当きついんじゃなかろうか。ウェディング相当悩んでるね、ハンドもあるからハンドを割と全部盾に埋めて、まあ圧をもいらないから埋めて、まあ、進化元だけ残しておこうと。さあ特攻人形ジェニー置いて、さあ天下統一、久々に出されたね。一応彼ビクトリーですからね、前段の誰もほぼ誰も使ってないもんね今もう。ゼニスのハードパワーがエグすぎて。さあフェアリーホールでマナを加速しながら、これねクワトロファング出しちゃうと多分だけど相手が極ドラゴン作ってきた時にもうどうしようもなくなるので、やっぱ相手極ドラゴンだよね、そうだよね。なんでワンチャンマナ溜まってるしトップ次第では極ドラゴン行かれると思うので、とりあえずクワトロファングは出さないようにしましょう。クワトロファング強制マナ加速なんで極ドラゴンで山札2枚にされた瞬間に負けちゃうので、これ一応ジオザマンで、でまあ、ライフプランとか回収しとこうかな、一応。で、次に打って、また何かしらのパーツを回収したい。まあ、ハングリーエレガンスとか引けたら一番いいね。いや、まあ、あるか！何やってんの俺。回収しなくてよかったな。まあまあ、あるよな、そりゃ。このターンに極ドラゴンはなさそうだけど、絶対そうだね、極ドラゴン。ジオザマン出したのは正解として回収はしなくてもよかったかもしれないと。3マナ使って、一応ウェディングがあとずっと殴り続けてればいいので、このターンに完成はしないでしょう。で、ウェディング3点いって、いや、ゼニス、レクイエム次第だな、マジで。レクイエム引いたら勝ちだけど、次リーサル取ってもいいかもしんないっすね。いやー、でもさすがにか。さすがに無理か、それは。さすがに無理がある。あ、てかこれ、あれ？突っ張り騎士。これ、シャチホコを、いやー、でもさすがにないか。あー、トンカツしてくるか。で、極ドラゴン完成させたいという鉄の意志。まだ、あ、逃走か。別によさこいでわざわざブロックする必要性もないので、次リーサルだね、やっぱ。リーサル取りに行きましょう。ウェディングで仕込んだところ以外、さて、焼却してかな。さあ、これ、クワトロファングだったら負けてたので、よかったね。で、ここでブロックしましょう。一応、リーサルあるので、縦の燃やし方次第では、多分、勝ちだね。さあ、DNA。打てないので、で、ここで、
いや多分さ、これ仕込んだの多分縦で手札から縦ね、トリガー仕込んでると思うから、ここもやそうか。いや仕込んでないんかい、仕込んでないんかい。でもディスオーダーのトリガーだからね、結構怪しい、結構怪しいかこれ。危ないと思ったところでジオザバンでダイレクトアダック対戦、アドした。